ラストだからロスタドームに来てくれました。かわいい。この始球式のキャッチャーは埼玉県出身の若月選手で行います。今日の試合終了後に30組限定でクレヨンしんちゃんとスノッピーキャラクターの写真撮影会を行います。参加希望者は今から3回裏の終了まで中央プラザの特設受付ブースで先着200名に抽選券を配布します。こちらは抽選券です。参加券ではございませんのでご注意ください。当選番号は6回の裏終了時に各ゲート3回内野インフォメーションに提示します。さあそれでは行きましょう。ピッチャー宇戸吉、バッタークレヨンしんちゃん、キャッチャー若月健也。それでは行きましょう。フライボー。皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。